違うんですけど、じゃーん、サンタさんになってます。サンタよじゃんじゃん、あ、すごいプレゼントボックスありがとうございます。ちゃっちゃっちゃ、プレゼントくださいだって。プレゼントな、見て、なんかカラコン、ちょっと今日色がすごい、チカナサンタです。公演ありがとうございました。メリクリイブです。メリクリイブ。もうなんかさ、配信やります。多分今日この時間帯しかできない。明日もちょっと何時からショールームできるか分かんなくて。あら、プレゼントボックスありがとうございます。お疲れ様でした。良いクリスマスを。かわいい。お疲れ様です。スタッフさんケーキ準備してくれてるから、どうなんだろう。いやもうなんかさ、もうみんなして足痛いっていう。サンタさん意外と見えない。でもさ、これさ下に下ろすとさ、逆に低すぎて、これ下げればいいのかな。順位下がってる。あ、下げればいい説。すごい生首みたいになっちゃった。これをさ、ちょっと一回隠すね。そしてさ、こうしたらいいんじゃない。いいじゃん、私おかまり。こんにちは。チキンはなかったよ。わかんない、これから出るかもしれない。可愛くない？今日は可愛くメイクもできました。モリモリです。めっちゃ楽しい、めちゃめちゃ楽しいクリスマス公演ありがとうございました。ありがとうございます。もうなんかもう不安すぎて、私第1部を出たんですね。もう不安すぎて今回もいっぱいいっぱいでした。そう、ゲストかさ、何回もさ音外れちゃったんだよね、音程。そう、親子丼大丈夫でした。親子丼はもう美味しくいただきました。わかる、髪の毛ふわふわに巻きました。髪の毛伸びたよね、私ね。ゲスの夢デデレデデレデデン。そう、低いパートがさ本当に出ない。どこの街だって同じじゃないか。男たちの妄想だろう。デデレデデレデデン。ゲスな夢見せてやれ。人よ限りのハート。あなたがいてくれるなら、それはそれでいい。ゲスな夢見せてやれ。情けないくらい。黒板の丸さんと可愛かった、だって嬉しい。これはね、カチューシャなんです。しかも鈴ついてんだよ。愛はここにはないと分かってるだろう。ちかなちゃんにサンタは来る？来ない、もう来ないです。来ない。もういつ？去年、おととし、去年ぐらい、去年おととしぐらいから来てない。でもいいの、今もまだ親に甘えちゃってるから。
一人で観覧車乗ってた楽しいクリスマス。おー楽しいじゃん。すごいハートありがとうございます。あ、プレゼントボックスありがとうございます。そうなの。でもなんか昨日ね、家族電話したんですよ。またって感じですよね。そう、家族電話して、その時になんか何が欲しいって言われたの。なんだっけ、誕生日プレゼント、なんだろうってなってる。今欲しいものは本当にドラム式洗濯機が欲しい。あ、プレゼント箱いっぱいありがとうございます。そうそうなんですよ。ドラム式でもいつかドラム式が欲しい。そう、パーティー初日とか昇格とかクリスマス、いや確かに確かに、本当にさ全然何も考えてなくて、自己紹介の時カホがさ言っててさ、そうだったって思って。ドラム式高いよね、絶対高いと思ってる。そうだから、うんって感じ。昇格25日、確かにすごーい。ラーメン入れてるよ。ここあのプレゼンで欲しくなったって。私も自分で調べたわけじゃなくって、なんかこうファンの方々から教えてくださって、教えてもらったんで。そう、プレゼント僕ありがとうございます。そうだから、サンタさん今日の仕事は何ですか。今日のお仕事は公演と公演とニコ生です。そうなんです。そう、これで公演しました。でもさ、いやニコ生は違います。でもなんか何言おうとしたか忘れちゃった。何言おうとしたか忘れちゃった。私は一体何を話しているんだ。でもさ雪がさすごかったんですよ。雪、本当なんか来てくださった皆さん、本当足元の悪い中来てくださって感謝です。なんか私どっかでね、ブッシュドノエル作ったんだよね。曖昧な記憶なんですけど、作った記憶ある。授業だったっけな。いや違う、授業は普通にロールケーキ作ったんだよ。忘れちゃった。天気は雪です。でも朝は止んでました。今雨になったの。それはそれでなんかちょっときついね。ね。わたぞらの看板見てないです。見るタイミングがありません。朝からケーキ並んだんごだって。ケーキ食べることないな。一人だし。悲しい。食べることない。寒くもないって。マジ、メンバーやスタッフさんも劇場来るの大変そう。もうね、すごかった。道がなんか雪
なんか歩きにくい雪って感じ。そう。雨降ってだいぶ溶けた。マジ？そう、なんかね、実家はね、昨日ケーキ食べてたんですよ。昨日ケーキ食べて、今日はケンタッキーらしい。雨で道がさらに歩きづらい。そうだよね。バンダイシティは積もってる？どうなんだろう、わかんない。外出てないからわからない。来るっていうか、車は大変そうでしたね、朝。自分でケーキ作らないの？作る日がありません作っても一人じゃ食べなくない？って思わん？作ってもさ、食べる時がない。食べれなくない？っていう感じです。大井がいる。かわいい服、ありがとう後ろのあのマネージャーさんの方が可愛かったわ訂正訂正でも、お声が可愛いって言ってない。服が可愛い。服が可愛いって言った。飛んだつんだれ。訂正します。訂正します。やっぱやめた。お声が可愛いっていうのやめた。マネージャーさんの方が可愛い。後ろにいたマネージャーさん。こうやってさ、マネージャーさん。そう。こんにちは。ちょっと待って、私さ。もうさ、目がバッキバキ。今日は何日？今日24日か。なるほど。重ね重ねわら。イブ。イブか。イブか。マネージャーさんとおしゃべり会希望だって。今日は何日ってその格好してもうさ、もう分かんない。25なのか24なのか分かんなくって、もう頭の中はてなだらけ。あー、プレゼントありがとうございます。ありがとう。今年マンと一緒。そうだよ。はい、聞いてください。はーい。ちょっとさ、ごめんね、みんながさ、ついてけない話するよ。ごめんね。あのね、なんと昨日ちぎりくんの誕生日だったんですよ新しい名前出てきちゃったね、ごめんね。あのブルーロックのちぎりひょうまくんいるんですけど、その誕生日で、あ、今日誕生日だって思ってたので、でねカホに、ブルーロック見てるって聞いたら、見てるよって言ってて、やっとブルーロックを見てる人に出会いました。本当に私さ、ずっとさ探しててさ、全然いなくってさ、本当に悲しかったの。めっちゃ嬉しかった。本当に嬉しかった。あと呪術廻戦の映画ゼロやったじゃないですか。呪術廻戦のゼロ、そのゼロっていうのかわかんないですけど、あれがあれアマプラで見れるんです。今日から見れるっていうことで、もう最高です最高です。本当に最高。私がね、アマプラの会員だからね、うちの父さんもね、見れるの。ちぎり以外に誰だろう。でもみんないいよね。みんないいなって思う。ただ、
顔とか性格的にはちぎりくんが好き。でもガチガチになるの私はもうやめてるから。こんにちは、こんにちは。サンタさん、ちょっとね、ちょっと来てもいいですかって来て、配信してもいいですかって聞いて、いいよーって言われたからちょっと来て配信してます。はい、もうちょいちかなちゃんとおしゃべり会、確かに14日ですもんね。どういう性格なの、どういう性格、どういう性格なんだろう。なんかもう、いやもう若干俺様系だよね、あれは。若干俺様な感じする。だけどちょっとこう最初自信がなかったんですよ、足を痛めちゃってたからね。本当にちぎりくんがいい。でもさ、考えてみ、考えてみ、高校生なんですよ、高校生なの。私21なんですけど、やだー、現実逃避していい。そう、本当に、そう、足速い人、めっちゃ足速いの。かわいいサンタさんだって、ありがとうございます。俺についてこいよ。じゃあ多分ね、ちぎりくんだから許せるんだよ。私ね、多分ね、3次元に それやられたら、3次元にそれをやったら本当に私多分ムカついちゃう。本当に3次元は多分ダメなんだと思う。2次元だから許される。3次元でなんか俺についてこいよとやったら、はぁ、おめえなんかついてけねえよって、ついてかねえわって言っちゃう、絶対。まず、いやいや、そうなの、よくない、そう、絶対無理って。そう、何言ってんの、お前って言っちゃうかもしれない。俺なんかついてきるからって言っちゃうかもしれない。そう、お前大丈夫かって、いや行ってこいって言っちゃうかも。3次元でそれはやっちゃいけない。3次元でそれはやっちゃいけません。そう、2次元だったら OK です。2次元声優さんには詳しくないんだけど、そこまでね詳しいってわけじゃないです、今勉強中。でもなんか聞いたことあるっていう声とかいっぱいあるから。そう、何を言うかではなく誰が言うか、そうそうなんです。そう、やっぱね、二次元はいいですよ、二次元はいいですよ、本当に皆さん。皆さん、二次元はいいですよ。頑張って来週は二次元になります、本当に。私もそうなの、頑張って、私は本当に頑張って来週こそは二次元に回れるって私は思ってる。三次元はもう十分堪能しました。堪能してる、今楽しい、楽しいから来世は二次元で生まれたい。願い、誰か二次元に生まして。私も、そう、少しでも近づくために 2.5 次元の舞台に出るので、そうそうそう、来世はね、クレナ様によるんで、ちょっと2月は。そうなの、なんかカラコン外したい、なんかもうつけてらんない。でもとてもなんか、そう、お父さん、お父さんっていうか昨日ね電話してたんですよ、昨日電話しててさ家族で、その時にさ、なんかさ、
見てこの写真漏れたんだって言って見せたら、すごいじゃんって、いいじゃんって言われたの。じゃあこの化粧は化粧さんがやったのメイクさんなって化粧さんで本当に面白かったんだよね。なんで化粧さんなのってメイクさんじゃないんだってメイクさんねお父さんも何も分かってない化粧さん、お父さんにとってメイクさんは化粧さんでした。まあ意味は合ってるんですよ面白いね化粧さん。あとね、なんかね、思い出し笑いでね、本当に爆笑してたんですよね、うちのお父さんとお姉ちゃんと私で。なんかいろいろ LINE が来ちゃった。英語使ったら罰ゲーム。そう、日本語に訳しました。そう、なんかさ、私だけさ、ここさ、物足りなくないねえ、みんな思わなかった？なんかさ、私だけさ、ここさ、物足りないんですよ。なんか違うの、なんかツンツルテンみたいなさ、わかる？この上半身、この上半身見てほしい。この見てほしい、見て。なんかさ、なんかピッチピチな T シャツ着てる感じじゃない？なんかさ、布足りないよねこれね布足りないよねこれね私だけ、しかもさ、このさ、丈もさ、足りないのよ。私だけ布足りてないのやばいね、私だけ布足りてないんですよ。スカートの丈もさ、なんかさ、お辞儀したらさ、パンツ丸見えほんとに、そう、そうなの、なんか足りてないそう、わかみちゃん、テレテテレテテテレが長いちゃう、テレテテレテンタンツッタテレテレテが流れてきちゃう、ほんとにそうなんだよ、がっつり。そうなの、仕事頑張れそう、ほんと頑張って。メールにちかなサンタ来るかな、どうだろうそう、何分までやろう、何も決めてない。何分か私始めました。それはそれでいい。27分、ありがとう。ゲスの夢見せてやれ、情けないくらい。違う違う違う、これも痛かった。16時ぐらいに終わりにしようかな。ツアーの時も人より、他の人より布少ない。そう、なんかね、私布少ない担当みたい大丈夫です。あ、映ってないです、大丈夫。ここです。そう、ちかなちゃん、希望じゃないですよ。衣装は希望はないです。みんな今日ニコ生見てくれる？私でもね、なんかはっきりちゃんと何をやるかをちゃんと理解してないですよね。台本ちゃんと見ますなんかさ、 LINE がブワーってきてってやってあってやってシュッてやってやっちゃいました。でもわーって
やってますね私。スタイルいいから生地少なめな衣装なのかも。そんなことないよ、そんなことない。本当にでもなんかね、こけたって言われたの私。こけたって言われて、あ、ちゃんとしたもの最近食べてないですって言ったら、ちゃんとしたもの食べなって言われた、周りの人から。サンタでスカートって珍しくない？そう、最初スカート、このこういう感じのスカートだったんだよ、初期。去年一昨年、去年やってないか、一昨年のその昇格する時だかが、ボブだった時はショートパンツだった確か。公園でのちかなちゃんすごく可愛かったって。本当、ありがとう。ありがとうございます、嬉しいです。でもまつげがいい感じでとても嬉しいです。こんにちは、お疲れ様です。メンバーアイコンってどこ行ったか分かりますか？こんにちは、こんにちは。そう、スタッフさんのルームをお借りしてます。今日は皆さん、僕のヒーローアカデミアですよ。見なくちゃいけないものがどんどん溜まってる。全然見れてない。アーニャを見てないし、アーニャだってスパイファミリー、スパイファミリー先週分も見てないし、明日ブルーロック更新だし、呪術廻戦も見なくちゃいけないし。ケーキとチキンは楽屋にあるの？ないと思う、わかんない。女のサンタっているんかな、どうなんだろう、いるんかな。でもケーキ食べたいな、やっぱショートケーキかな。でもなんか最近の安藤家は毎年違うんですよ、ケーキが。なんかだいたいさ、いつもショートケーキとかさなんですけど、なんか今年はなんかムースみたいなのでした。私食べてないけど。ハプレッタありがとうございます。明日は何時からやろうかな、ショールーム。ちょっとまだ決まってなくて、ちょっとやりたいことがたくさんあるんで、合間合間でやりたいと思います。10時から、あ、10時からやんない、10時からやんない、安心して。明日チケット発売だから、アサルトリリーの皆さん、あの忘れそうだなって方は目覚まし時計にセットしといてください。明日10時から、10時からだよね、アサルトリリー、舞台アサルトリリーの、チケットが、販売になるんで、多分どうだろう、予想で、予想は昼公演終わりぐらいにちょっとやろうかなって思ってて、 URL ツイートしておいてください。わかりました、頑張ります。ちょっとリツイートしておきます。で、私のね、いいね欄にクレナのどういう設定とか原作の方のやついいねをしたんで、よかったら見てください。で、なんかアサルトリリーの世界観とかのやつもいいのしてあるんで、よかったら見といてください。見てみてくださいか。はい、会員登録中です。嬉しい、ありがとう。アサルトリリー、キービジュアル出てきました。お、本当？すごくない？すごくないですか？そのうちクレナ様もきっと上がりますよ。
どこだ。あ、これじゃん。21分前リツイートします。すごいかっこいい。マジで リツイートしたところにあるわ、チケットの申し込みとか。引用リツイートしますね。明日の、10時から違えた。よっ、ニヤリツイートしました。のページはまだ開け、あ、そうなんだ、まだ開けないんだ、やばい、引用リツイートしちゃった。いや、まあツイートしておけばね大丈夫ですよね。どうしよう、これでさ消えちゃったら、てかマジでビジュかわいい、かわいい、強いな、かわいすぎる。ビビー可愛いよね。こんにちは。あら、プレゼントボックスありがとうございます。カラコンちょっと取ろうかな。どう思う、みんなこのままがいい、カラコン取った方がいい、みんなはどっちが好きですか。カラコンしてる私とラガンのカラコンじゃない、ラガンの私。モバイルのクリスマスプロフィールだって、プロフィール可愛いだって。そう、今日明日限定なのかな。撮りたいなら撮った方がいいと思いますだって。なんかそう、どうしよう、撮ろうか撮らないか迷うな。服がどうかして、そうなんだよ、そうなの、白だからね。綿棒で撮らないでください。綿棒では撮らないです。最近ね、つけるのも外すのも慣れてきました。でもちょっと目が疲れそうだから撮ろうかな。でも可愛いよね、なんかね。でもこのカラコンはすごい、なんかそこまで目が疲れたりゴロゴロしたりしない。これコンタクトでさ、コンタクトによってさ目の疲れって違うんですか。もしかしてコンタクトの人教えてください。裏表、うん、分かるようになった。なんかさ、なんか人種類違うやつ使ってて、なんかさ、なんか入れるとさ、なんかさ、これなんか違和感みたいな。このカラコンはすごい馴染んでるんですよ、目に。まあもちろんちょっとありますけど、そう、相性があるので違います。あ、そうなんだ、相性違うんだ。空気通すかコンタクト、何ですかそれ。そんなんあるんだ、へえ、そうなんだ。でも色味は目ゴロゴロするやつの方が可愛いんです。これはなんか色がちょっと茶色っぽいんですよ。私どっちかっていうとこう、なんだろう、自然なやつが好きだから。違和感あるなら早めに外しな。でもこれは違和感あんまりない。でもつけ慣れてないからっていうのもあるんだろうなって思っちゃう。すごい、みんなカラコンじゃない、間違えた、みんなカラコンしちゃった。みんなコンタクトしてる人なんですね。ほんと今年からし始めたから全然わかんない。コンタクトですか。
裸眼ですか？すごい、裸眼だって。あの、私と同じ血液型の人です。マネージャーさん。え、目いいんですか？よくないですか？え、じゃあ普段メガネですか、家とかでは？うん、あ、違うんですか？へえー、だってどんな紹介やっておっしゃった。そう、え、同じ AB 型の人です。え、誕生日は違いますっけ？一緒でしたっけ？一緒ですか？いや、もうパパやん。誕生日ほら一緒だった。そう、一緒なんですよ。 AB 型の1月13日。すごくない？すごくない？すごいよね。すごい。私が誕生日の時はこの今隣にいるマネージャーさんも祝ってください。マネージャーさん、 AB 型のマネージャーさんおめでとうって。すごいよね。そう、こんにちは。そうなの、すごいよね。安藤さんじゃない。安藤さんじゃない。いつもね、ゲス出る時にお願いしますって言ってバッて開けてもらってる。そうそう。今日もやってました。今日の運勢いつも一緒じゃん。確かに、血液型も誕生日もあれなんだっけ、サソリ座じゃなくてなんだっけ、何座、ああいうのなんて言うんでしたっけ、占い、星座。星座が出てこなかった。星座一緒、やばい。やば、一緒ですよね。でも聞いてください、半袖なんですよ。すごくない？半袖なの、冬なのに。いや、私はこれ衣装ですから、衣装ですよ。半袖なの、冬でも半袖、すごいよね。本当にすごい。そう、多分皆さんと同い年ぐらいですよね。すごいよね、皆さんと同い年ぐらいの方なんですけど。そう、でもね、運動してらっしゃるみたいで、そう、筋肉ムキムキです。どういうこと？何の紹介してんの私。ごめん、皆さんのゾーンが広い、皆さんと同い年。知らんけど、知らない、適当なこと言っちゃった、ごめん。クラスに一人はおったな、冬でも半袖の生徒。いるよね、なんか中学の時にもいた。私のクラスはいなかったんだけど、隣のクラスくらいね、なんかね、半袖短パンみたいな、冬でも半袖短パンで、なんか休み時間になったらあの体育館行ってバスケやってたりとか。やってましたね。さすがに外出るとき、うん、着てます、着てます、着てますよ。あ、でもその学生の時はなんか半袖短パンだった子は外でも半袖短パンでしたよ、確か。えーって、すごいよね。やばい、私何分までって、やばい、16時過ぎてた。ちょっと終わりにしますね。そう、ミオタの冬で半袖短パンですよ。あ、ね、聞いてほしい、本当に。違うの、ちょっと聞いて。あのね、今日ね、 LINE でね、ちょっとね、送られてきたんですよ、姉ちゃんから、家族 LINE。 なんかちょっとね、ちょっとあんまり見せるの良くないんですけど、なんとうちのレイラがトイレ、人間のね、お手洗いのその蓋閉じてますよ、その上に乗ってたんだって。姉ちゃんが
そのトイレのドア開けたら、レイちゃんが、女の子、それ超可愛くって。超可愛いの、ちょっと本当にさ、ちょっと遠目でね。可愛くない？可愛くない？でも無理！可愛い！そう、なんかさ、お姉ちゃんが トイレのドア開けたらさ、いたんだって。ずっとトイレにいたってこと？かわいい、あなたのトイレここじゃないよって言われて、超かわいい、レイちゃん無理、超かわいいんだけど。しかもさ、レイちゃんがさ、あのヒートテック毛布を買ったんですって。で、なんかヒートテック毛布を買ってでからレイラがお姉ちゃんのベッドに入ってくるようになったんだって。もう分かるんだね、あったかいのが。もううちの子かわいい、うちの子が一番かわいい、本当にうちの子が一番かわいい。うちの子以外も うちの子以外も猫はかわいいんですけど、やっぱうちの子かわいい、うちの子がかわいい。ごめん、うちの子やっぱレイちゃんとシー君ね、かわいいよ。すいません、アディショナルタイムでした。ということで終わります。はい。そう、本当にヒートテック毛布があったかいことが証明されました。だからみんな本当に迷ってるんだったら、今感謝祭で多分安くなってます。わかんないけど、今安くなってるかわかんないんだけど、あの感謝祭やってるから、あのヒートテック毛布とヒートテック敷きパッド、ぜひ、本当におすすめします。マジであったかいから、本当にあったかいから。今電気代高いでしょ、電気代上がってるんですよ、みんなびっくりしちゃった、電気代高くって。だから本当にちょっとでも寝てる間とかさ、ちょっとでもこう節約したいなって方は本当におすすめします、本当にあったかいから。ということで、ごめんなさい、私ユニクロのスタッフじゃないです、すいません。ということで、男女読むよ、ごめんね、男女読む。はい。13位ペンギンさん、13位ペンギンさん、12位ひだち、32位ひだちさん、11位パンダのテオさん、11位パンダのテオさん、10位ユウさん、10位ユウさん、9位スギスマスさん、9位スギスマスさん、8位りょうすけさん、8位りょうすけさん、7位ハブトゥーセーブさん、7位ハブトゥーセーブさん、6位 DM さん、6位 DM さん、5位カブさん、5位カブさん、4位タカッピさん、4位タカッピさん、3位近藤和弘さん、3位近藤和弘さん、2位ナリスタさん、2位ナリスタさん、1位りょうさん、1位りょうさん、ありがとうございます。はい、ということで終わります。ありがとうございました。ごめんね、みんな、あちゃんとオフショット送るのでSNS に載せます。はい、夜はなしでお願いします。明日も多分ちょっと未定だけど、明日もちょっとやりたいことたくさんあるので、昼公演終わりぐらいかもしれない、うん、ぐらいにやろうかなと思ったけど、ちょっとどうなるかわからない。決まったらまたあのツイートするなりなんなりします。ということで、ありがとうございました。ニコ生さん見てくださいということで終わります。ありがとう、また会いましょう、ルーム、ありがとうね、またね、バイバーイ。